ーニングオーディションじゃなくてレースだね。ま、楽しかったよ。4番人気、5番春の舞台を勝ち抜き栄冠をつかむのはどの馬娘か。バルド杯決勝、1番人気はもちろんこの子、2大スプリント覇者キングヘイロー。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリ馬娘オグリキャップ、注目の春うらら、5枠5番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは2番マルゼンスキー、6番マルゼンスキー、サイレンス鈴鹿、期待通りの結果を出せるか。1番人気キングヘイロー。さあ激しい先行争いで前に出たのはサイレンス鈴鹿、続いて2番マルゼンスキー、激しい先頭争い6番マルゼンスキー、並んでくる。4番手にオグリキャップ、差がなくナイスネイチャー、少し後ろからダイバスターレット、その後3、4馬身開いてキングヘイロー、1馬身差ハルウララ、1馬身離れてグラスワンダー。サイレンス鈴鹿、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。各馬娘一段となって団子状態の大混戦、これだけ密集していると紛れがありそうですね。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない、これは直線勝負になるか。2番マルデスキー、ここで